おはようございます。おはようおはようございます。やってきました。本日は御殿場プレミアムアウトレットです。目の前見て富士山。おすごいよ ね、 ね、すごいね。グッチに行こう。グッチね、けいこちゃんにグッチから電話があったんでね。そうなのね。なんかお姉さんいっぱい買ってましたよね。だからまた買いに来てくださいって。太客だからね。太客認定してもらって、ね、なぜかセールのね、そう電話があって。電話があったからちょっと俺はね行かなきゃってことで来てます。皆さんこんにちは。今回は御殿場プレミアムアウトレットで爆買い動画です。けいちゃんにグッチからいっぱい買ってねって電話があったので来ました。マジで天気がいいよ、けいちゃん。じゃん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 。当たったよ。当たね。当たよ。後で購入品紹介するよ。ね。うわ、今日はマジで天気がいい。気持ちいいよこれ。いいね。いっぱい買いました。今回の購入品を紹介します。ね、買いましたね。買ったよね。結構買ったね。うん、結構買った。なんだかんだなんかエンジンかかってどんどん買っちゃったからね。どんどん買った。ね、まあ最初にグッチいたからね。それ。よかったね。後半の数は、ね、もはや1000円以下じゃないと安くないっていうなんかよくわからないループに入ってたよね。とっても面白かった。いい買い物ができたなと思うから、ね、まあそれも紹介しつつね。うん、そうだね。はい、行きたいなと思います、まあ、皆さんが一番見たいのはグッチだと思うので、うん、最初にね、最初にねグッチで行きましょう。はい、アウトレットなんだけど、あの正規店のようにあの接客をしたいというあの担当さんのお心遣いがありまして、お買い物の最後にですねこちらいただきました。じゃんペリエ、これなんだ、炭酸水、炭酸水ね、炭酸水いただきました。本当はね正規店で買うとさ、ね、あのお会計待ってる間に、ね、お椅子に座ってドリンクを飲むんだけどアウトレットでも今回してくれたのでね、こちらお持ち帰りくださいと。それもなんかその試着室、ドレスルームっていうの、うん、ところでなんか全部ね会計とか持ってきてやってくれたねっていうことで、すごいいい扱いを、ね、受けました。受けましたね。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。これはさて、大きい。はい。女の子が買ったお洋服、見てください。はい。では、グッチで買った1点目。じゃん。ニットです。かわいい。このね、あの鮮明な色。ブルーとオレンジが眩しい、グッチのこの可愛いねキャラクターが乗ったニットです。後ろにはがっつりと、はい、グッチと書いてあります。こちらのお値段が137,500円。イエーイいい値段したね。いい値段だね。いい値段したけどこれでも安くなってるんですよ、うんうん、これはあの本当にこう特別なお客様だけどご案内っていうことで、これをねなんかねお店の方で広げてると、ちょっとこれはあの特別なあれなんで、ちょっと試着室の方でストレスルームの方でちょっと広げましょうって言ってくれた特別なやつ。予約のやつだもんね。そうなんですよ。続きましてもニットなんですけれども、じゃーん、かわいい。これ後ろ側なんですけれども、ベストっぽいね感じ。これこの後ろのよくわからない、なんだか芸術的な絵。お羊なんかね。なんだろうね。これが、まあ、見たときはさ、まあ、後ろの絵はこの絵はね、可愛いなと思ったけど、うん、これ着こなすと難しくないって思ったの。うん、だけど、この今日のね、あの、お買い物に行ったお洋服に非常に合うわけですよ。こんな感じです。じゃん。可愛いでしょ、うん、すごい可愛くて、この着てからすごいいろんなイメージが湧いて、うん、あ、これは欲しいと思ってこれも即決しました。で、こちらのお値段が162,800円。わーこれ
言ってたのよ、うん、だからすごいね、もうお買い得ではあるよね、うん、お買い得ではあるの、うん、そう、これもなんか特別なお客様へのやつなのかな、わからないけど、どうだったのね、どうだったんだろう、このさっきのやつと似てるよね、うん、雰囲気がね、うん、これもすごく気に入ってます。では次、小物になります。じゃん、キャップです。かわいい、ロゴ大事でしょ、こんな感じです、かわいい、はい、なんか乗馬してそう、乗馬してそうね、これでどんなに下に、うん、あのこの前買った GU の G パンを履いても、うん、このこれ一つでこの GU の G パンがすごいなんか、うん、高級なものなんじゃないかと、ね、勘違いさせることができます。勘違いじゃーん、こちらカチューシャ、かわいい、カチューシャ私もともと大好きなんで、もう見た瞬間にこれ買いますっていう感じだったんですけど、これもね、どんなに GU のジーパンを履いていても、どんなに GU のジーパンを履いていても、あの、あ、なんか、グッチなのかなっていう、うん、っていう、効果を狙っての、そう、効果を狙っての、こんな感じのカチューシャになります。かわいい。こちらが4万700円。こちらが3万いくらです。はい。ちょっとざっくりになっちゃった。私のグッチは以上です。はい、カズくんもグッチで買い物しました。じゃじゃーん、こちらです。じゃーん、はい、赤いニットですね。かわいい、スカンクのニットです。スカンク、こちらです。かなり圧が、 G の圧があるね。 G の圧を主張したスカンクです。スカンクっていうのも G の圧のがすごい、はい、まだ G が書いてないものは買えません。僕は見えっぱりを今主張したい。そうだよね、そうそうそう、うん、そうなの、そう、うん、ここにお金をかけたい、マウンティングマウンテンだから。せっかくならね、グッチってみんなにも分かるように、あの人グッチ着てるなって思われたいっていう、思われたいよね、いいじゃないですか、感じですね。はい、でこちらのお値段が10万7800円です。おお、これもなんか半額って言ってました。あ、そうなんだ、20万すんのか、ね、すっごいするよ、高いよね。いや、定価じゃ買えねえ。買えるよ気持ちで、気持ちで、ね、で買えるよ、はい、でこちらも同じくグッチ で、なんでこんなに袋があるかっていうと、うん、あのそうだね、一回買って出てやっぱもう一回欲しいなと思って、そう、これだけ最初買ったんだよね。そうそう、こっちだけね。でもいろいろ回っていくとやっぱあれ欲しかった、欲しいなって戻るかって戻ったんで、その都度袋をもらったっていう、うん、なんかこのね、普通の袋にこれもこれ丸ごと入れましょうかみたいなお気遣いをいただきまして、袋いっぱいくれました。はい、はい、で、もう1回、2回目行った時にこちらを購入しました。かわいい、同じく柄は一緒ですね、うん、グッチのマークとスカンクのカーディガン、はい、黄色いカーディガンです。イエーイ、はい、こちらのお値段が、どっちが高いの、どっちが高いの、どっちが高いの。はい、こちらの値段が124,300円です。え、こちらの方が高い、あ、そうなんだ、うん、こっちの方が2万高いね。切り込みがあるからね、よくわかんないけど、ボタンもついてる、ボタンついてるからね、ボタンついてるから、はい、かわいいよね、ね、スカンク、スカンクで買っちゃいました。うん、私が着てもいいと思うんだよね。そうだね、多分ね、だいたいそうなるかな、全部ね、これ結構似合ってたもんね、うん、一緒に住んでないから忘れちゃうんだよね。そうだね、はい、グッチで頑張りました。はい、頑張ったね、お仕事頑張ったね、頑張りました、イエーイ。続いてはケイトスペードで買ってきました。これは私、あのちっちゃいバッグを持つときにお財布が入らない、うん、長財布が入らないので、どうしてもね、欲しかったカードと小銭が入るもの、じゃん、こちらになります。これはこうやってね、この中にあの小銭を入れることもできるし、後ろ側がカードが入るようになっているので、すごくね、あのちっちゃいバッグを持つときにお財布の代わりにこれを持つという、こういうものを買いたかったんですよ、今回どうしても。なので買いました。お値段は13,395円。イエーイ、これもすごい安かったよね。これもすごい安かった。半額からさらに 20% オフとかですね。そう、そう、びっくりした、うん、本当にお得、
く。これさ、このサイズ結構いい。俺もなんかそういうので薄いのあれば欲しいでしょ。いいかなと思っちゃった。なんかこういうのね、あるといいよね。そういうのいいなと思った。うん、これ本当に お買い得だし気に入ってます。活躍すると思います。かわいい。続いてはじゃん、アディダスで買ってきました。お互いね、アディダスで買い物したよね。うん、数がね、なんかお得なの買ったからなんか悔しくなっちゃって、同じ価格帯のを頑張って探したらありました。じゃあ、これめっちゃいいよ。シャカシャカのアディダスの、ね、まあ、トレーニングウェアかこれは。まあそうだね、まあ、でもウィンドブレーカー的なね。ウィンドブレーカー的な、でもな中のさ、生地がさ、裏地があるから、そうそうそう、すごいあったかいんだよ。ふかふかしてるのも。そう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 、これは買いだったね。これは買いだったよね。私あのダンスとかもするので、すごいいいかなって思います。うん、これはめっちゃいい。これは使える。はい、こちらが2900円、すっごいお得。いいでしょ。カズくんもアディダスで買いました。じゃじゃん。同じく2900円で、うん、ブルーのジャージ。いいよね、これ。かわいい。ジップパーカーか。うん、そう、鮮やかな、ね、ブルーだよね。これ XL だっけ。もう XL だったけど、まあ、ちょうどいいかなと思って、うん、いいじゃん、うん、いいね、かわいい。これを買いました。うん、いいね。うん、お買い得だ。お得だよね、2900円だよ。K のそのシャカシャカ羨ましかった。シャカシャカ欲しかったもんね、カズくんが。はい、はい、Y3、 これ Y3 っていうの。わかんない、Y3。幼児山本アディダスですね。うん、こちらです。 Y3 のスニーカー。かわいい。こういう、まあ、キャンパスだね。なんて言うんだろうね、キャンパスっていうのかな。コンバースで言ったらさ、うん、ああコンバースで言ったらキャンパスのちょっとソールが分厚い版みたいなスニーカーなんですけど、すごいよ、すごい。これ一目惚れしましたね。やったーと思って。それもさ、サイズがさ、うん、自分がいつも履いてるサイズとさ、うん、違ったっていうか、なかったんだよね。そうそうそう、そう、サイズなかったんだけど、履いてみたら、履いてみたら超ちょうどよかった。うん、ぴったりっていう。そう、1センチいつもよりちっちゃいんですけど、うん、ちょうどよくて運命だね。うん、これは気に入ってます。出会いだね。これはもう、ね、もう履いたら毎回消しゴムでこう綺麗にしよう。全部ね。どんな時に履くんですか。いや、あの、汚れない時に。すごい気に入っちゃった。むしろもう履けないのかな。嘘。お値段が2万9000円でーす。安いじゃん。うん、4万8000円なんだよ、定価が。あ、だいぶ安くなったね。そう、2万円引きぐらいで、うん、やったやったね。うん、これはすごい形気に入ってます。うん、次、じゃーん、じゃーん、グラニフですね。 T シャツのグラニフ。なんか、この日からこのセールしてますっていうところにちょうど出くわして、ね、うん、T シャツ買ったんだけど、かなりお安かったです。はい、じゃあ先にお見せしますね。はい、はい、さあ、私が先行で、じゃーん、かわいい、こんな感じの T シャツです。これが私の1枚目。はい、カジ君の1枚の、はい、こっちです。じゃーん。あ、いいじゃん、キャンプしてる。キャンプしてます。うん、いいですね。いいよね。はい、じゃーん、けいちゃんの2枚目。はい、黄色い T シャツ、かわいい、かわいい。黄色いね。黄色いよね。で、カジ君がこちらです。じゃあ、犬の T シャツ。かわいい、シンプル。シンプルに。はい、ケイちゃん3枚目、じゃーん。なんだっけ、ウーバールーパーだっけ。なんだっけ、ウーパールーパー。ウーパールーパー、かわいいの。このね、結局なんで安かったかっていうと、ちょっとシミがあるみたいなやつで、こういう風にタグがついてるんですよ。ちょっとここシミですよっていう風に教えてくれてるんですけど、大してね、大して目立たないから、うん、そう、一応まあ商品として多分不良品扱いになるのかね。多分お店で出すとちょっと汚れてるからクレームになるから、うんうん、そういうのを弾いてある程度ストックしてるみたいな、うんうん、B 級品っていう、あの、ワゴンセールになったんですよ。そうそう、うん、70% オフついてる値段から 70% オフなんで、かなり安かった。カジ君の3枚目がこれです。ワンちゃん、かわいい。しょんぼりワンちゃん。この日からね、B 級品って言って販売してて、そう、
ですごい綺麗な棚だったんだよね、うん、私たちが荒らしましたぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃに荒らしてお気に入りの T シャツをゲットしました買ってたら、でも、はいそれやってたら周りの人も集まってきて、集まってたね、うちらが履けたと思う、そう、もう4人ぐらいこうやってみんなでこんななってたから、うん、多分あれあっという間に売れると思います。でこちら私が3枚で2670円、安すぎるお得すぎる僕もこの3枚、T シャツ3枚で2400円、安いの、なんでそっちの安いんだよなんかね、だいたい750円、750円、820円とかそんな感じだった。私ね、これがね、このちょっとデザイン性のあるこちらの T シャツがちょっと元値が高かったので、うん、これあと形も特殊だからね、そうだね、うん、これはちょっと高かったからちょっとだけ高かっただけです。でもね、めちゃくちゃ強い、うん、激安だ、わかんないもんだってこのシミ、わかんない、わかんないもん、うん、はい、私以上です、ね、グラニフ良かった、うんね、ここは来て良かった。そう、 B 級品ってさ、アウトレット感あってすごいお得だよ、得した、アウトレット来たって感じ。そう、いやグッチもさ得したんだけどやっぱ高いじゃん元値が、はい、だからそういうなんか興奮はないんだけど、ここは興奮したね。B 級品って素晴らしいと思います、うん、すごい、もう B 級品しか買えねえわってってなっちゃったら頭おかしくなっちゃったんだよね数がね。あのジャーナルスタンダードの中に入ったら、なんと B 級品っていう棚があったんだけど、同じようにねB 級品って書かれてる、あ、やばい、書いてあった、書いてあった B 級品と、そこに興奮の見つけました、はいはい、じゃーん、もうオールドのプーマのザーですね。で古着なんだって、でも可愛いよねこれ、うん、そう、このオールドのプーマが、はい、こちらがおいくら万円ですか、はい、1600円、安っ田舎のおじいちゃんとかが着てそうなこれ1600円でした。安っ、もうなんかこの頃にはカズはもう3000円とか言ったらはみたいな感じになっちゃってて、あんなに こんなの買っといてよ、こんなの買っといて、なんかなんだよみたいな、安くねえじゃねえかみたいないや、楽しかった、楽しかったね、お得を感じてすごい幸せ、いや、お得を感じた、うん、夏の終わりだったね、うん、そうですねはい、合計金額出しましょう、出しましょう、はい、カズくんは合計金額268,255円でした。おー、26万8000円ですね、うん、はい、けいちゃんは385,686円でした。あ、合計は、はい、合計を聞かせてください。合計すごいですね。はい、合計金額。はい。はい。ゆりちゃんの今回のお買い物。はい。はい、合計金額はなんと653,941円です。はい、65万円でした。今回の購入金額は65万円です。65万円。はい。買いましたね。先生、じゃあ私のお昼払ったのも足してください。4202円です。中華食べました。まあ、あんま変わんないですね。あんま変わんないですね。よかったわ。よかったね。使いたかったからね。うん。でも私目標金額が30万だったんだよ、うん、よく分かる、オーバーしてオーバーしてやったやったねこれがすごい気に入ってます。よかったね。今回1位はこのお靴ですね。いや私はね、これはどっちもだな、もうとにかく気に入ってるとにかく可愛い可愛い、嬉しい。はい、こんな感じです。はい、かわいいでしょ、かわいいの。はい、今回は爆買い動画でした。それじゃあねー、バイバーイ。